こんにちは、井上理香です。今日はグランフィールズにラウンドに来ています。今日は私の先生が来ているので紹介したいと思います。どうぞ。どうもどうも、皆さん、初めまして。僕はフジモンティっていう風に呼ばれてることが多いんですけども、まあ、あの今井上理香選手 のコーチをさせていただいてます。藤本コーチです。よろしくお願いします。最高の天気で、そうですね、最高ですよ。この上ない、はい、富士山が綺麗に今日一日あの、はい、ラウンドレッスン、はい、あの同行させていただきます、はい、よろしくお願いします。スイング見ながらちょっと今日はラウンドを楽しみたいと思います。じゃあラウンドを回る前に、はい、井上理香さんのクラブセッティングを紹介します。お願いします。ドライバーがエピックフラッシュ 10.5 度と、これは4番ウッドですね、 16.5 度と、あとフローグの4番ユーティリティ2本、5番ユーティリティと、あと5番アイアンから入ってます。でウェッジが4、8、5、2、5、8、3本入ってます。こんな感じです。アウトパターをセスタ大事な相棒が相棒バーサーです、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあまあいいです。まあ、朝一はね、安全が一番ですよ。やっぱり。そうでしょ。確かに。こんなに無理して。朝からトラブルしたくない、そうそうそう、マジ。だからこれがあんまりほら、右行っちゃうとさ、それこそ無理に狙いに行ってトラブルになるし、うんうん、別にほら、ツーオンをわざわざ狙っていくわけでもないし、朝一だし、うんうん。そう考えると、まあ、そこで全然。OK、フェアウェイだし、うん、ドライバーフェードですか、どっちも。ドライバーフェードで打ちたい、フェードで打ちたい。だからもともとはドローだから、うん、なるべくフェードにしたい。私一つ悩みがあって、うん、なんかまあ言ったら多分人から見たらちょっとドローだと思うんですよ。そうだね、ちょっとドローだ、ね、けど、うん、本当にフェードのイメージしか出てこないんですよ。これ良くないですか。いや、いいと思う。試合とか特に例えばフェードの右からこう、うんうん、例えば今とかこの右のバンカーからドローとか全く思えないです。あ、思わないけど勝手にドローしたんですよ、うんうん、だからダメなのかいいのか分かんない。でもだからそれってもともと逆に言ったらドローが強いから、うん、だからそのフェードのイメージでちょい多分ちょいドローになるっていうイメージだと思うんですけど、でもまあそれはこうラウンドしながらやっぱり普通にね、そのフェードも打てるように練習でしていかないといけない、うん、でもまあまあコース行ったらね、じゃ ある程度そこはもう割り切ってやるし、うん、でもあんまりドロー好きじゃないですか。ドローが強い時はすごい調子悪いし、まあまあまあ、時はなんかあんまりドロー好き。今のクラブさ、ドローじゃなくても全然距離って出せるから、クラブの進化がだからわざわざ、まあ、あの女子プロとかでも女子のツアー選手とかで見てても、うんうんうん、ほぼほぼやっぱドローって打ってる選手ってね、減ってきてますよね、うん、かなり分かります、すごい。そうそう、だからもうほぼほぼ、そうすんごいもうドローっていうかさ、サーキミキさんぐらいじゃないみたいな程度なの。すごいフック、ドローっていうかフックだよ、ね、そう、うん、どうしよう俺距離変わらんかったら、それはないじゃん。しかもまあいいけど、確かにこれちょっと左あれですね。でもかといってこれ右したくない、間違いない。どうでしたか朝一のドライバーショット。あ、まあまあ当たりはまあまあです。ちょっと左行ったけど、でも結構触れました。なんか朝一初っ端心がけることとかあるんですか。ラウンド。でもリズムよく、あとバランスよく触れるように
感じです。あと期待しない？あんまり。よね。ないないない。自分に期待したいことです。これもう状況的にはもう一番球が浮かない状況ですよね、うん、左足下がりでなおかつつま先下がりだから、まあ、基本的には低いスライスが、うん、でもさ、うん、出るよね。あ、でも低いまっすぐでもいいですか、うんうん、あの、低めに、うん、低いからまあ、なんていうか、そんなに球は曲がらないです、ね、逆に言ったら。ちょっとこうパンチ気味に打っていくような感じです。フォロー抑え気味にしてた。フリートのイメージ。そうそう。出た。それこそフリートのイメージだ。いやー、うまいわ。ちょっとラフまでいっちゃったな。ラフトゥーラフ。あれをね、フェアウェイに行けると思うわけが。そう。あれが、ツアーで戦えるか戦えないか。それか。のあれになっちゃうの、もう本当に。確かに、これでは格段にバーディーが出てくるか。でも、例えばじゃあ、まあ今のはほら、だいたいアバウト見てるけど、うん、じゃあ本当に具体的に、フェアウェイのどこまで行ってるかっていうのをちゃんと距離、本当はね、もちろんちゃんと計算してあるって、うん、確かに、調べて。それはやるけど、ね、2段目は、うん、ユーティリティ5で打ったんですけど、まあ、ちょっとちゃんと距離測んなかったのもあったんですけど、少し突き抜けましたかね、うん、ラフトゥーラフ。マッサージは、うん、悪くなかったけど、ラフトゥーラフ、やっちゃいけないってパー5なの。そうですね、パー5、うん、本当はもうちょっと前の番手をね、持つべきだったんですよ、うん、まあ、低めの、低めのドロー、低めのドロー、もうバンカーで、曲がりきらなかったら、え、グリーンにする気持ち？そうそう、うまい。でも曲がらないか。曲がりきらないよね。そう、あのバンカーで OK。バンカーまで行きますか？バンカーも行ってる。でもナイスショー。あれはもうバンカーだ。確かに手前のバンカー。手前のバンカーちょっとほら、うん、で逆に右からもバンカーまでの距離がさ近くなる。うんうんうん。手前のバンカーだとやっぱりちょっと距離があるからさ。距離あるバンカーやだ。ちょっとね、ちょっと辛いから。ある程度、まあ、悪く今のは何番です？今のは残り185ヤードだったんですけど、ちょっと上に木があったんで、ちょっと4番アイアンで低い球で軽くハーフスイングぐらいのイメージで打ちました。ちょっとドローがかかりきらなくてバンカーに入っちゃいましたけど、まあまあでも今のはもう85点ぐらい、うん、はい、ロングホールなんで。そうですね、パー5。あれがだから100だよね。残り95ヤード。52度。はい、うまい。あ、よい。確かに遅すぎた。ナイスオンです。こういうのがでもあれですよね、フェアウェイだったらもっとちゃんと寄るのにってことですよね。そうだから、ラフだからさ、やっぱ許容範囲がこうなっちゃう。対応する。そういう一打の積み重ねで、上がったら3打ぐらい違う。そう、もう全然変わってる。はい。はい。お二人でラウンドすることって初めてです。今回が初ラウンド。おお、記念すべき。そうです。ドキドキの。一番ドキドキしてるのは僕です。おお、なるほど。いいですね。これはグリーン速かったらやばいよね。確かに。でもグリーン柔らかいかも、すごい。
雰囲気。ちょっとほら、あの慎吾さんのイメージでこう、いや、あれをイメージ、イメージがすごい。確かに。まっかりね、待って、待っていいぞ。全然踏んでも関係ないけど。ナイスパー、ナイスパー。怖いよ。オッケーです。ちょっとあれですね、こうツアーを見すぎたっていうこと、ね、見すぎてこうイメージがこうっていう言い訳にしてもらっていいですか。でもここからのゾゾですもんね。そうそう、言い訳キングと呼ばせてもらって。言い訳キング。今日はここまで。皆さんにお願いがあります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。番組では公式インスタグラムもやってます。皆さんぜひぜひフォローしてください。こちらスキャンしてください。それではまた明日もお会いしましょう。バイバーイ。